ステージ3で落選した4人により結成されたスカイズ・ザ・リミット。正直このグループで本当にやっていけるんかなっていう不安はすごいありました。続いてステージ4審査員ハウス。ここからは3つのカテゴリーに分かれ、各担当審査員が合否を決める。女性ボーカルが際立つアンダー18部門はカズ宇都宮が担当。ごめんなさい。各カテゴリーのうち次に進めるのは3組のみ。実力派が揃ったオーバーナインティーン部門は中曽根里乃が担当。 No です。そしてグループ部門で参加したスカイズ・ザ・リミットの担当審査員は松尾清。グループで歌うってこととか考えてなかったと思うんだ、みんな。成功したらスーパーボーカルグループになれる、そんな可能性がある4人だね。彼らの結成当時の不安はこの時点である確信に変わっていた。本番の前日に初めて4人で声を合わせた瞬間、僕はもうその瞬間思いました。優勝できるっていうのは確実に、これこそ本当に化学反応っていうやつなんだなっていうのは、もう身震いというか鳥肌が立ちました。明日がある、明日がある、明日があるさ、明日があるさ、明日がある、若い僕には夢がある、いつかきっと、いつかきっと分かってくれるだろう。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜。明日がある、明日がある、明日があるさ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。一人一人しっかりこう持ってますね。あれやっぱ4人になって個人の魅力もよりパワーアップしたような気がするんだよね。そして結果は、おめでとう。ありがとうございます。いやもう本当に、化学反応って、こういうことなんだなって思いました。